はいいお天気ですね。ランチ日和だね。私もうお腹ペコペコだよ。それじゃあいただきます。いただきます。うん、おいしい。そうだ、私みんなに聞きたいことがあるんだ。ねえ、幻の珍獣って知ってる？急にどうしたんですか？リンクが急なのはいつものことだけど。幻の珍獣？そう、その名もダイヤモンドカメレオン。ダイヤモンドカメレオン？それって名前の通り光り輝くカメレオンとか？その通りだよ、まほちゃん。ダイヤモンドみたいに体がキラキラしてるんだって。すごい、なんだか神々しいカメレオンですね。だよね、だよね。昨日パパの研究ノートを見つけてちょっと読んでみたんだ。そしたらなんと、日本の奥地にダイヤモンドカメレオンが生息するって書いてあったの。日本の奥地に？それ本当？日本に生息するカメレオンなんて聞いたことないけど。怪しすぎるわね。それって都市伝説なんじゃないの？でも、もし見つかったら世紀の大発見になるかもしれませんね。まあ、本当にいたら確かにそうなるかもね。ところで、その珍獣がどうかしたの？実は、今度の休日にみんなで探しに行こうと思うんだ。調べたら日帰りで行ける距離だったんだ。幻の珍獣がすぐ近くにいるかも、なんてラッキーだよね。あ、みんなの装備は私が明日持ってくるから心配しないで大丈夫だよ。え？というわけで、相本リンク探検隊、幻の珍獣を追って日本最後の秘境に出発。ムニちゃん、こっちだよ。よし、これで全員揃ったね。まったく、まさか珍獣ハンターになる日が来るなんて。でも来てくれたんだね。あんなに怪しんでたから来ないのかと思ったよ。そりゃリンクだって行かせるわけにいかないでしょ。私がついてないと何もできないんだから。ムニらしい理由だね。それよりリンク、幻の珍獣が本当にいるか確かめたの？いるかどうかわからないから幻なんだよ、ムニちゃん。だけどどこにいそうかぐらいは知りたいな。何のあてもなく山へ入るのは危険じゃない？パパのノートに目撃情報の地図があったからきっと大丈夫。私たちが先に見つけてパパを驚かせたいんだ。いいですね。実は私、子供の頃に本で読んだ探検隊に憧れていたんです。リンクさんのおかげで夢が叶いました。いいね、レイちゃん隊員やる気だね。はい、人生は冒険ですから頑張りましょうね、リンク隊長。もちろん、珍獣ハンターの名にかけて絶対見つけてみせるよ。くー、ハッピーアラウンド。待って、リンク、レイ、走ったら危ないからって聞いてないな。まったく、あの二人なんであんなにテンション高いの？さあ、張り切りすぎて怪我とかしないといいんだけど。気をつけて進むんだよ。ここから先は危険がピンチだからね。はい、リンク隊長。さっきハイキングコースの立て看板があったわよ。まあ、気をつけるに越したことはないから。あ、隊長、あれを見てください。どうした、レイちゃん隊員。あそこに足跡みたいなものがあります。おお、よく見つけたね。これは見た
ことない足跡だ。うちで飼ってるレオン君のよりも大きいよ。なるほど。ということはこの近くに幻の珍獣がいるのかもしれませんね。多分タヌキかキツネの足跡じゃないかな。でしょうね。あ、隊長、大変です。どうしたんだい、レイちゃん隊員。そこの木の根元にポテトチップスの袋が落ちてます。ああ、こんな森の中にゴミなんか捨てて、まったく仕方ないな。マホちゃん、危ない。うわぁ、あいっとてて、急にタックルしてきて一体何？これは罠だよ、マホちゃん。罠？きっとこの森に住む一族が仕掛けたんだよ、幻の珍獣を守るために。ポテトチップスで？ジャンクフードには人を魅了する魔力がありますから、私も危うく引っかかるところでした。いや、ただの落ちてた袋だよね。さすがリンク隊長、私たちを罠から守ってくださってありがとうございます。なに、隊長として当然のことだよ。とにかく一度休憩にしましょう。さすがに疲れたわ。私もちょっと休憩したいかも。そうですね、この先どんな危険があるか分かりませんし。この辺で休憩できそうな場所は。隊長、その辺で休めそうな場所探してきて。うん、わかった。リンク隊長、遅いですね。おーい、みんな、どうしたの？そんなに慌てて。あっちの方に大きな吊り橋があったよ。吊り橋、もしかしたら渡った先に珍獣がいるかもしれません。行ってみましょう。ちょっと、あんたたち！まったく、ゆっくり休む間もなさそうだね。本当に、こんな吊り橋が存在するなんて。よし、早速渡ろう。わざわざこの吊り橋を渡らなくてもいいんじゃ。でも、目撃情報のあった場所はこの先なんですよね。よく見たら結構ボロいし、危なくない？よし、じゃあここは隊長の私が先に行くね。え？あんたまさか一人で行く気？うん、私がみんなを連れてきたんだから任せて。ちゃんと渡れるか確かめてくる。くれぐれも慎重にね。わかった。そーっと、ゆっくり。足が揺れてびっくりしちゃった。よし、そーっと、そーっと。は、足がギシギシいってるじゃない。リンクさん、頑張って。あと少し、そーっと。よし、着いた。出るんじゃないわよ。ありがとう、リンク。それじゃあ次は私が渡るよ。はあ、渡れた。ちょっと揺れたけど、なんとか大丈夫だったよ。マホちゃん、よく頑張ったね。ムニちゃん、レイちゃん、マホちゃんみたいにゆっくり渡れば大丈夫だよ。それじゃ次は私が行くわ。そーっと。よし、このままゆっくり進めばすぐ向こう側までたどり着きそう。
大丈夫？大丈夫なわけないじゃない。橋がグワグワ揺れてる。ムーニー動けない。ムーニーちゃん落ち着いて、まずはゆっくり深呼吸だよ。だから無理だってば。ムーニーさん、もう何なの？大丈夫ですよ、ムニさん。ゆっくり目を開けてください。私の手を握れますか？レイ、私の腕を掴んでいてくださいね。ゆっくり進みましょう。はい、無事に着きましたよ。ありがとう、レイ。モニ、レイ、レイちゃんすっごくかっこよかったよ。ピンチに駆けつける王子様みたい。いえ、そんな。あ、ムニさん、お怪我はないですか？ない。早く行きましょう。ムニさん、しまった、つい冷たい態度取っちゃった。書いてあった地図だとこの辺りのはずなんだけどな。あの、リンクさん、一つ聞いてもいいでしょうか？そもそもダイヤモンドカメレオンとはどんな姿なのでしょう？それがちゃんと写ってる写真はないんだって。何よそれ。だいたい目撃情報ってのも曖昧だし、やっぱり私たちだけで見つけるのは無理なんじゃない？でもここまで来たら信じるしかないよ。何か来てくれる方法を考えなくちゃ。そうだな。リンクの飼ってるレオンは普段何を食べるの？野菜とか果物も食べるけど、一番好きなのは生きたコオロギだよ。生きたコオロギ、すごいですね。とにかく日が落ちるまでに帰らないと。こんなところで遭難なんてしたら大変。ムニちゃん、どうしたの？私の足に蛇が絡みついてる。足が引っ張られて動けない。蛇？ムニちゃん落ち着いて、大丈夫だよ。舌が巻きついただけだから。まあ、本当ですね。はあ、びっくりした。心配させないでよね。うん、大丈夫だよ、ムニちゃん。何かあっても私がついてるから。まったく、何なのよ。リンクを助けるつもりでついてきたのに、逆に私が足を引っ張ってるじゃない。キャッ！レイ、どうしたの？今、大きな虫が顔の近くに。虫って森の中なのからそれくらい当然でしょ。ちょっと待って、あれって。え、木の上がどうし、あれ、蜂の巣じゃないですか？あんな大きな蜂の巣見たことないよ。なんかたくさん蜂が出てきて、こっちに向かってきてるじゃない。逃げろ。あ、ムニちゃん、そうだ、足にツタが絡まったままだった。ムニさん、待っててください。今取りますから。あれ、うまく取れません。嘘でしょ。ちょっと、どうにかして取って。落ち着いて、ナイフでツタを切るから。えい。さすがマホちゃん。よし、みんな行こう。皆さん、見てください、あそこに洞窟があります。本当だ、みんなあそこまで走ろう。蜂はこっちまでは来てないみたいだね。ムニさん、はい、足のツタ取れましたよ。ありがとう。ちょっと待ってね。
懐中電灯をつけるから。ありがとう、真帆ちゃん。これで大丈夫だね。よし、奥に進もう。ちょっと、リンク、むやみに進むと危ないわよ。でも、外にはまだハチがいるかもしれないですし、仕方ないですね。進んでみましょう。ここから道が2つに分かれてるね。どっちに行けばいいんだろう。さっきも分かれ道があったよね。なんだか探検してるって感じで面白いな。少しだけですけど、右から風を感じます。言われてみれば確かに。でも外に通じてるか分からないし、ここは慎重に行動した方がいいんじゃないの。私はレイちゃんを信じるよ。行ってみよう。ちょっと、リンク？なんだか外に出る気配がないね。すみません、私のせいで。レイちゃんのせいじゃないよ。私がそうしたいって決めたんだから。まったく、リンクは後先考えなさすぎなのよ。次は私の言う通りにしなさいよね。言ってるそばからまた二手に分かれてるみたいだよ。どうする、お兄ちゃん。左は道幅も狭いし危険そうね。ここは右に進みましょう。あの、差し出がましいようですが、左の方がよろしいかと思います。どうしてそう思うの。かすかに水の流れる音がするんです。私には聞こえないわ。今度はこっちの言う通りにしてもらうわよ。あ、ムニちゃん。待ってください、ムニさん。レイ、リンク、どうする。二人ともあっちに進んでいっちゃった。ムニちゃんを一人にできないよ。私たちもついていこう。ムニさん、待ってください。どうしたんですか。いつものムニさんらしくないですよ。私、何かしてしまったでしょうか。別に何でもないわ、気にしないで。でも、もういちいち心配しないで。レイの助けがなくても私は。ムニさん、足元に穴が。ムニさん、キャー、落ちる。あいたたた、こんなところに穴があるなんて。結構深いですね。登るのは無理そうです。なんでこんな目に。おーい、ムニ、レイ、大丈夫？魔法？レイも私も怪我はないわ。ただ、登るのはムニみたい。わかった、助ける方法を考えるから待っててね。え、ちょっとリンク？魔法さん、魔法さん、お二人ともどこに行ったんでしょうか。助けるってどうするつもりかしら。そうですね、救助を頼むのも時間がかかりそうですしね。ごめん。え？だからさっきはごめんって言ってるの。レイに冷たい態度取っちゃったから。いえ、私の方こそ何か至らない点があったんですよね。違う、レイに悪いところなんてないわ。悪いのは全部私。ムニさんが？どうしてですか？私、リンクを助けるつもりで来たのに、逆にみんなに助けられてばかりで。そんなことないと思いますけど。それだけじゃないの。
の足を引っ張っちゃう自分に腹が立って、ついレイに八つ当たりしちゃって。ムニさん、そうだったんですね。私ってどうしていつもこうなんだろう。すぐカッとなって、ほんと自分が嫌になる。私だって、レイみたいにいつでも優しくなりたいのに。私はムニさんのそういうところ羨ましいなって思います。いいわよ、無理にフォローしなくて。本当です、私は自分の気持ちを表に出すのが苦手で、言いたいことも言えずに反省することばかりで。私は言わなくていいことまで言っちゃうけどね。ムニさんは強い感情の持ち主なんだと思います。それって表現するものとして大事なことではないですか？そんなの分かんないわよ。私は自分にないものを持っているムニさんを羨ましいと思いますし、きっとリンクさんたちも同じだと思います。レイ、二人ともお待たせ。これに捕まって登ってきて。さっきムニちゃんの足に絡まってたツタをマホちゃんと編んでロープにしたんだよ。ばかりね。だって私たち仲間じゃないですか。仲間、そうね、助け合うのが仲間なのよね。そう思います。さあ行きましょう。ムニさん、ちょっと待って、今ライトで照らすから。今ライトの先で何かピカッと光ったような、あの輝き、もしかしてダイヤモンドカメレオン？嘘、壁の穴に消えていった。ムニさん、どうかされたんですか？いたのよ、奴がゆっくりと壁の穴に消えていったの。壁、あれ、この壁少し変じゃないですか？待ってレイ、うかつに触らない方が。ムニ、レイ、どうしたの？今ダイヤモンドカメレオンみたいなのが壁の中に入っていったんだけど。その壁に触れた途端、壁が一気に崩れていったんです。ダイヤモンドカメレオンがいたの？マホちゃん、行ってみようよ。そうだね、二人ともちょっと待ってて。こんなところに横穴があったなんて。そうですね、このくらいだったら身をかがめながら進めば奥まで行けそうです。本当に幻の珍獣がいたんだよね、ムニちゃん。間違いないわ、早く追いかけるわよ。はい。おお、外に出られた。すごい、こんなところに出てくるなんて。それより奴はどこ？見当たりませんね。木にどうかして隠れちゃったのかな。ライトで照らしたら光ったのよ。どうかしてもあの輝きはごまかせないはず。でももうすぐ夕方になるし、探索は諦めて戻る方が良さそうだね。確かにこれ以上暗くなると危ないですからね。ここまで来て諦めるの？幻の珍獣がすぐそばにいるのに。ムニちゃん、ねえムニ、本当にいたの？もしかして見間違いじゃ。見間違いじゃないって、この目ではっきり見たんだから。嘘じゃないわ、レイは信じてくれるわよね？ええ、そうですね。なんでそんな自信なさげなのよ。すいません、私は自分の目ではっきり見たわけではないので。何よ、みんなして、もっと私を信じなさい。大丈夫、私はムニちゃんを信じるよ。
リンク。じゃあそういうことでそろそろ帰ろうか。そうですね、帰りましょう。ダイヤモンドカメレオンは見つからなかったけど、みんなと探検できてすっごく楽しかったよ。ちょっと何綺麗にまとめようとしてんのよ。私は諦めないからね。やっぱり言いたいことを言ってるムニさんの方がムニさんらしいです。